韓国ソウル中区が日本の輸出規制措置に抗議する意味で、都心の至るところに、ノージャパンバナーを掲げる。中区は第74周年光復節を迎えて、日本製品不買や日本旅行拒否を意味する、ノージャパン、行きませんかいませんバナーを対局旗と共に一斉に設置するといつか、明らかにした。大敬路 おつしろ、太平路、清池川寺、予尾王子など館内に12カ所の通りに対極旗と、ノージャパンバナ -1100 個を掲げる。事実上、中区全域で見ることができるとの説明だ。ソヤンホ中区町長は、中区はソウルの中心であり、多くの外国人観光客が行き交う地域で、 全世界に日本の不当さと、これに屈しないという我々の強い意志を示すのに大きな効果があるだろうとし、これからも自治体でできるあらゆる措置に協力参加すると述べた。